はい、どうも、よしゆみです。本日は湯けむりの里で整いたいと思います。ファイヤー、最近ね、ファイヤーのね、画像ネタがね、ちょっとついてきました。これ内緒ね。はい、行きましょう。なんと、そんと、そんと、またそんと。はい、ということで、今日もテンション高く来ました。だってサウナに入れるんだもん。サウナ行きたい。今日も元気に行ってみたいと思います。はい、湯けむりの里なんですけれども、東京調布にあります。京王線の仙川駅から徒歩5分ということでですね、駅近になっております。そして湯けむりの里の前情報なんですけれども、ドライサウナが1つ、水風呂が1つ、そして外気浴スペースもありということでですね、このドライサウナなんと温度が86度と情報ではなっております。そしてね、5段のタワーということでですね、比較的広めなんじゃないかなと予想されますね。で、水風呂が、水深91センチということで、割とね、多分ね、深さはある方ですね、僕の経験上ですが。外気浴スペースも合わせてちょっと楽しみですね。いざ、湯けむりの里サウナ入ってきました。気持ちよすぎたよ。いや、本当にね、僕何回もサウナ入ってるんだけど、こんなに毎回ね、新鮮な気持ちで気持ちいいなって思えて幸せですね。早速なんですけれども、湯けむりの里サウナの中なんですが、レンガで作られた、壁になっておりました。全体的にレンガで覆われていて、そして、5段のベンチ、5段のタワーですね。はい、比較的広めで、人数がね、多分25人から30人ぐらい収容できるスペースとなっております。そしてテレビが1つついていて、温度計が2つ、天井に高い位置に1つと中間のあたりに1つということでね、温度がそれぞれ違うので、まあ、それを見ながらね、ちょっと上段に行こう、中段に行こう、下段に行こうみたいなね、感じでみんな座ってるんじゃないかなと。はい、そして水風呂なんですけれども、こちら水風呂はですね、温度が 15.9 度、ちょっと冷たいかな。しかもね、最近寒いじゃないですか。だからちょっとより冷たく感じましたね。で、形が正方形の形をしていてですね、水深が 91.5 センチと書いてありました。なので僕の中ではね、結構広く感じましたね。ゆったりと最高でした。そして外気浴スペースなんですけれども、こちらはですね、椅子が3つありまして、そして、寝転び座敷といってですね、あの床が畳で、寝転べるスペースがなんと4人分ぐらいかな、ありました。僕もね、ちょっとやってみたんですけれども、なんかこうそのまま寝ちゃうね、気持ちよすぎて。はい、もう脱力状態でですね、水風呂など入って最高に気持ちよかったです。僕が今日入ったサウナセット数は2セットです。今日ちょっと時間がなくてね、2セットだったんですけれども、しっかり整いました。1セット目はですね、ドライサウナに12分と入りました。まあ、最近ね、休養も取れてて体調もいいんでね、気持ちよく入りました。そして水風呂に1分半、こちらはしっかりと1分半入って、最初はちょっと冷たいと感じたんですけど、時間が経ったらちょっとね、慣れてきます。外気浴1セット目はですね、僕は椅子に座ってね、ゆっくりと10分間ぼーっとしてましたね。そして2セット目なんですけれども、ドライサウナなんと12分入りました。しっかりとね、2セット目は、上段で、暑い中入りまして、そして水風呂にまた同じく1分半、最後に外気浴スペース、先ほど言った寝転び座敷、寝れるスペースのとこで10分間、最高に気持ちよかったです。ありがとうございます。はい、今日行った、湯けむりの里なんですけれども、ご飯をね、食べるスペースがあったり、そしてマッサージチェアがあったり、
ボディケアの、ね、できる場所があったりとね、結構施設として充実しています。温泉の中もね、もう窓が大きくてね、すごくね、あの日差しが入る開放感がある広々とした場所でした。ぜひ皆さん、最近ねちょっと感染症などもやってなかなか行ける機会はないかもしれないんですが、収束した際にはですね行ってね、一緒に、汗を流して老廃物を流して健康になっていきましょう。はい、今日も、よしふみチャンネルサウナリポートを見ていただきみんな本当にありがとうございました。また来週もやっていくんでよろしくお願いしますね。以上、よしふみでした。バイバイ。